まもなく栃木 SC のキックオフでゲーム開始になります。なというふうに思いますね。はい、コーラキック蹴りますね。楽しみですね。アルハ左足、ここはパンチングですか。まあ、スピードのあるね、いいんですもんね。はい、まあ、我慢しながら、まあ、追加点まで前回は導き出すことができました栃木市です。さあ、そしてアルハ、ここはさあ拾って、ここ福森とアルハ、さらにここ2人のパス交換です。アルハがまあ、しっかりと持ちながら、まあ、今みたいなこう、ね、クロスも入れられることはできてますし、中も今2人3人ぐらいやりましたから、まあ、こういうことを続けていきながらどういうふうにゴールを取っていくかということですよね。はい、アルハ、小池という感じで前に3人並ぶような格好になっていました。さあ、今度はキーパーマテウスからアルハヘッド、そのまま裏に出して、川村はちょっとこれは走り込めません。返してきました。ウンドカボニフェイスです。まあ、ウンドカ選手もね、ミドで活躍してベルディ行きましたから、はい、まあ、本当に最初ちょっと苦労してたところあると思うんですけど、まあ、すごく我慢しながらこうパスをこう後ろがつなぎながらこう中盤で作りながらどういうふうにやっていくかだと思いますね。はい、さあ、ここは、まあ、アルアン1回触りましたが、タッチラインスローインです。山本優、なんかね、そうですよね、上には上がっていけないですからね。まあ、この両チーム得点の多いベルリンと、まあ、得点の少ない栃木、逆に失点の少ない栃木と失点の非常に多い。もちろんベルリンはね、監督交代後というところでまたちょっとずつ、ね、変化あると思いますし、栃木もまた変化。さあ、これでストップ、ここはまたちょっと下げるような格好になりますが、あるあるアルハゲクロスを送ってシュートへ、ここに今ピッタがキャッチです。出ましたよね、はい、アルハ選手、右のウィングから左のウィングの、まあ、小池選手と、まあ、この辺り引いていけるか、まあ、その中からチャンスを作っていけるかっていうところが、まあ、今後の課題になっていくでしょうね。はい、さあ、前にここに収まってサックを追い持っていくか、アルハン、またクロスか、中入れたが、キーパー。